エゴちゃんこんにちは。うるさいね、こんにちは。うるさいな。今日も可愛いね。いつも可愛い。絶好調だね。どうもだよ。今日は兄貴が来るけど。兄貴がいる。それいるよ、いかに。それは長男、ブーちゃん。刑事が来るから。もういいじゃん。青年実業が来るから。何？青年実業家が来るから。そう？うん。うん、思いやりがあるよ。ね、僕電話がして、そうよ、あんたより演説があったどうしたの、言うことあれ聞かないからダメだって、何回言ってもね、十分でね、ねえ、そう、どこかの施設に入れちゃえって別に入ってもどんとこいだよ、余裕です。待って、病院に入れるか。エフちゃん、エフちゃん、逆にお前入る？あんたじゃないの、病気の。ザ老人ホームね、老人ホームって別だ、ね。あれお前を拾ってやったんだぞ。拾ってやった、自分が拾って、あれね、言ってたよ、かつさん、あれ心に、あれだって人間だと思ってるけど、とんでもないっつって怒ってたよ。いつ？この間、昨日かな。昨日？そう、ここの人間だと思って、家族だと、なんだ、家族にもね、何だと思ってるけど、一円も出してやるしねってね。出してるよ。出しないで、何出した？俺は、心を。何が一円も出してる。お金がないから心で返してる。何がお金がね、お金がない。心の豊かさで返してる。変なの使うんだったら、あれ、心の豊かさで返してる。全然エコちゃんは心が汚いから、何がここ、お前は金で払えよ。何がお前は金だよ、金。何が金で、金一番主義。うるせえ、自分があれだよ。エコちゃん、だって俺がさ、ね、何がバルーンアートの風船あげたらさ、うん、びっくりしたことに喜ぶかなと思ったら、いらんいらんって言ったもんな、お前。いらねえって言ってな。あの誰も。いらねえって言ったらびっくりした俺。いらないよ、なんだ。ありえないわ。あれは子供のやりじゃない。お前ここちゃん、ここちゃんじゃん。何や、自分はお嬢ちゃんじゃん。いたいけなく、ほら。エコちゃん、考え方知ってんだけど。うるさい。そう、トキオあんねん、トキオ。トキオ。今意味は見てるけど。トキオでさ、山口捕まったじゃん。捕まってない。あ、じゃあ、処理送検されたじゃん、うん、ねえ、うん、思ったんだけど、若い子にチューするってこれはしょうがないよね。チューしたってやるじゃん、未成年の。未成年の主人だって。わしずにあんた、しょうがない、しょうがないよ。あんたも捕まるよ、そんなことしたら。分かったか。だって もっと極論言っちゃえばねえ、うん、永瀬も他のメンバー、国分も、うん、城島も、うん、松岡も絶対 AV で若い子でそういうことやってると思うんだよ。やってない。結婚してるよ。結婚してるもん。だって AV でやってるから。やってない。いいから。似たり寄ったりじゃないの。違うの。男はみんなそうじゃないの。違う、みんな違う。間違ってる俺。あんたみたいなストーカーって言うんだ。俺ストーカーじゃないよ。ストーカーやったんだろ。やってたよ。うん、まだ誰のか分かる。知らない。エコちゃんだよ。お前だよ。お前だよ。もう少しで警察に捕まりそうになったって、ストーカーで。誰言ったんだっけ、あれ。じゃあ俺エコのストーカーだから。今はストーカーだけど、本当に嫌がってる人にストーカーやったって、もう少し警察に捕まりそうになったって。誰言ったっけな。そんな過去も許します。ねえ、許します。うるさい。10代の頃お前虫か、10代の頃、今日最近の頃の言うから言うからお前怖いよな。あんたが怖いって言ってたよ、本当。そんなエコを許します。あんた何やるか分かんない。警察の人になるから。怖いって言ってたよ、何やるか分かんないからって。ねえ、そうだよ、あんた。ねえ、もうあれなんだから、もう親がからできないんだからね。分かったから。でもお前も怖いよね。何が警察だったら。だって一時期紙にさ、死って言葉を書き込んでたじゃん。死死死死死死にたいの、死にたいのってね。ね、うん、なんで死にたかったの。おじさんもなりだからね。あ、エコにもそういう心あったんだ。あったあんたはないんだね。俺はもうねね、人間誰でも死ぬんだよ。あんな暗い人間って本当にありがたいのか、うん、あん時お母さんありした時ビテーっとして、誰かあんたこの頃あれ、あ、心が汚くなったから、このお母さん出たり誰かいるなんて言うこと言わなくなったんだね。あれは、ね、心が綺麗な人に出るんだって、ああいうの。ガッキーうるせえよ。いや、ガッキーうるせえよ。荒垣ゆいちゃんうるさいよ。心が綺麗な人に。荒垣ゆいちゃんうるさいよ。荒垣ゆいって知ってる？知らん。なんで大きいカバーなんで持ってかないの、このほら、あの茶色の得意なの。いや、それはね、暑いからだよ。なんで暑いから。あんたもう毎日あれ着てたの、あれ洗濯物出しなよ。あの、なんだ、そんなエッコを許します。セーターほら、エッコに任せてやって、早く。エッコに任せ、エッコに任せ、はい、やって、エッコに任せ、やって、エッコに任せ。うるさ、あっこに。
ね、あれ以上です。ありがとうございます。感謝します。毎日来てるのは何だっけ、あのほら、ピース。ピース。